福岡原稿カードの朝日準備。はい、皆さん、今回の動画で久しぶりに INI 動画を見てみたいと思いますけど、まず、なんていうかな、まあ、INI メンバー全員を私、名前、覚えたことあるんですけど、ちょっと言い訳をさせていただきますと、なんか、カムバしてすごくバンバンバン動画出してるときはちゃんと覚えてますけど、時間が経ったら少しなんか薄くなってきて記憶が。それで、まず、このネイボで INI 検索して、お名前でもちゃんと読んで見ていきたいと思います。まず INI を検索したらこういう感じでプロフィールが出るんですよね。池崎リヒト、あ、リヒトさん。小崎たくみ、あ、たくみさん。木村まさや、あ、まさやさん。うん。まさやさんがリーダー。たくみ。ゴッドたける、あ、たけるさん。佐野ゆだい、あ、ゆだいさん。シュッパンパン、あ、フェンファンさん。高塚ひろむ。田島翔吾、あ、翔吾さん。知ってるわ。ニーシーロとニーシーさん知ってるわ。藤巻京介、松田仁っていうことでこうやって呼んでみましたので、皆さん。ちなみになんか田島翔吾さんだけがこうやって押せるんですよね。クリックができるんですよ。こう押してみたらこういう感じで一人だけがこういう感じでプロフィールが出る説。ああ、なるほどね。うん。はい、とにかく弾いてみたいと思います。皆さん、まず曲の名前は、コール119っていう曲らしいですよね。弾いてみたいと思います。お願いします。じゃあ、久しぶりですね。どんな曲かな？私、個人的には、Rocketeer、それがめちゃくちゃ好きだったので、そういう曲ならいいなって思いますけど、どうやろう？せーの、Let's go! お、なんか、最初はちょっと似てるぞ。おー、かっこいいやん。翔吾さん。みんなかっけえやん。おー、西さん髪型短くなってきた。おーほほほほ、さすがリーダー。おほほ。ヒーローのように登場。いいぞ。うん。おフェンファンさんかっこいい。おお、トトトトン、ここよかった。おお、イケメン好き？おお、ここいいっすね。テンポが若干変わっていいですね。
なるほど。かっこいいですね、今回も。はい、皆さん、かっこよかったですよ。でも、なんで、皆さん、私、素直な私の感想の方がいいですよね。素直に、私の、ただ、あくまで私個人の感想です、皆さん。そして私、INI 好きなんですよ。ですけど、なんか、ミュービーが、なんていうかな、ロケティアの時よりは、2% 足りないような、そういう感が若干ありました。若干。なんか、メンバーはもっとかっこよくなりましたけど、なんだか、見る楽しみは少し減ったような、そういう感じがありましたし、個人的には曲自体は Rocketeer の方が良かったんじゃないかなと、個人的にちょっと、そう、個人的にはそう思いますよね。なぜならもう、個人の好みとしては Rocketeer 本当にめちゃ好きだったので、それは私本当になんかドライブしながら普通に聴いてたんですよ。Rocketeer。はい。そして、私 INI を見たらいつも思いますけど、なんだか NCT が思い出しますね。いい意味で。かっこいいんですよ。すごくビジュアルもめちゃいいし、パフォーマンスもいいから、そしてそういうボーカルのパートで高音出すそういうところもなんか NCT に若干似てて、なんかもちろん INI ならではの色もあって、もちろんかっこいいんですよ。はい、皆さん、とにかく最後に私の感想をちょっとまとめてみますと、ちょっとオープニング、なんかイントロのところはすごく楽しみ、ワクワクってなって、もう行くぞ行くぞ行くぞになったんですけど、なんか思ったよりいかなかったみたいな、そういう感が若干ありました、皆さん。私 INI 好きですよ、皆さん。誤解はしないでくださいね。皆さん、もちろん好きなチームでも好きな好みの曲は違うんじゃないですか。そういう感じとして、私はロケティアのそれがもう本当にめちゃくちゃタイプだったので、やっぱりそれよりは若干足りないような、そういうのを受け取りましたね。でもみんなのビジュアルとか、そういうパフォーマンスとかはめちゃ元上がったと思いますよ、さらに。そしてもうみんなビジュアルが特にですね、フェンファンさんもめちゃかっこいいし、本当みんなもうイケメンすぎるんじゃないですか。ただちょっと残念なところは、もっとイケメンになれたと思いますけど、予算の問題かどうかわかりませんが、ちょっとそういうことでもっと見せてほしいなってなりましたけど、そのまま終わったっていう感がありまして、若干それが残念なところだと個人的に思いました。とにかく何も本当にわからない、何も知らない私からしたら、こういう感想だったんじゃないかなと、ちょっとそう思います。はい、皆さん、誤解はしないでください。とにかく私が用意した動画はここまでですけど、はい、皆さん、これからも INI の動画とかいろいろなアーティストの動画ここでアップロードする予定ですので、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいなと思います。ではってことでしょう。